はい、はい、こんにちは。こんにちは。シルバーウィークでしたね。はい、最後ですよね。だから3連休飛びで3連休の最後を飾るのが、飾る商品の紹介です。はい、なんかいろいろ昨日もオリジナルの YouTube を上げたりして、店に結構最後なんで、最後の3連休なんで新商品が入ってるんですけど、最後にあのマーモットの新作を FW の一発目ですね、とオールウェザーパーカー、去年もやったんで、あの分かる人いると思うんですけど、あの去年はもう速乾だったんで、あのあんまりもしかして店頭とかで見れなかった人も多かったかなと思うんですけど、今年はもう結構数もがっつりあるんで、ちゃんとサイズとかも選べると思うんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、あのまあシェルジャケでゴアテックスで、値段がもうとにかく安いですね。3万円台の前半で、タックス抜いたら2万円台だもんね。なんでシェル、ゴアテックスのシェルジャケでこんな安いのがあんのかなっていうぐらいしっかりしてます。で一応なんか復刻なんですけど、あのマーモットがあのゴア、アウトドアのフィールドではゴアを初めて使ったらしいんですよね。ノースなのかなと思ってたんですけど、マーモットが最初で、でなんであのこれ、1970代の後半に出たやつの復刻なんですよね、オールウェザーパーカー。で、なんか、あのちょっと今僕、オリーブのやつ着てるんですけど、シダっていうあれだっけ、カラーです。あ、ゴアテックスですね。で、まあ、形はもうシンプルで、色も単色なんで合わせやすいと思います。でなんかロゴもゴアテックスとかマーモットとかここに入ってるんですけど、あの同色なんでなんかすごい合わせやすいと思います。で多分元はエクワックスとかのジャケットって感じだと思うんですよね。あのフードのボタンないですけど、フードのこの感じとかドローとか、あとこういうフラップの感じとか、ポケットのこういうカットも、あのあれか、ここの肩の切り返しとかも。でなんでまあ僕今ミリタリーあの軍パン履いてるんですけど、ミリタリーっぽいノリにも、カラーも今ここ並べて3色で、あのミリタリーっぽいやつにも合わせられるし、普通のデニムとかにも履いてもいいと思うし、あのシェルジャケなんでナイロン、あスーパンとかに合わせてもいいと思うし、で単色なんですごい着やすいっていうか合わせやすいと思います。でだからもう本当にベースになるような一枚として持っていくといいかなって思いますね。あのゴアで値段も安くて、であのいつもそうなんですけど、今回も特別にあのうちの仕様であのやっぱ大きく着たいと思って、2×3XL はうちだけで、あのエクスクルーシブで作っていただいてるんで、あの大きいサイズ欲しい人はあのうちでしかまた買えない商品を特別にまた作ってもらいました。であの今まだちょっと1枚で着る時期だと思うんだけど、例えば
中にスウェット着たり、まあ、フリース着たりダウン着たりすると、もう去年はなんかそういう合わせ方したんですけど、入る時期がもうちょっと後だったんで、なんかだそれにちょっと僕は今通髪着てるんですけど、ちょっとゆとりがあった方がいいかなと思うんですね。で、あの蓋のドローとか袖とかもしっかりしてるんで、まあ、作りはもう結構シンプルなんですけど、もう必要なものは全部入ってるかなと思います。なんか最初にうちでやったコラボさせてもらったこうマンモスとかに見た目近いんですよね。で、あのポケットの感じとかロゴの入ってる感じとか、だからダウンとかを下に着るとマンモスみたいに着れると思うんでいいですね。で、なんか感じとしてはあの復刻さんのノースマウンテンライトの L とか僕着用してるんですけど、それと同じサイズ感かなと思いますね。今ゆまくんに黒を着てもらってるんで、ゆまくんも通髪で、中Tシャツです、うん、なんでまあ本当だったらまあスウェットとかをまあ大体着るもんね。これからの時期だとスウェットとか着てちょうどいい感じだと思うんですけど、まあ、ちょうどいいって言ってもでかいけどね。あのダウンとかを最後入れるとマンモスになるから、去年はもう本当にすぐ売れちゃったんで、あの店頭でも見れなかった人多かったと思うんですけども、今日から入荷するしてるんで、あとそうフードでかいんですよ。立ちもいいから、なんか個人的にはこのドローコードがミリタリーっぽくてすごい好きなんですけど、なんかこう1個持ってると何でも合わせられるから本当楽っていうか、去年黒買おうとしたんだけどタカが黒買っちゃったからあの本当は他の色欲しかったんですけど、そっちもすぐ入れちゃったんで、今年はオリーブ買おうかなと。オリーブとかシダーか、あっちの真ん中のカーキみたいな色もすごい合わせやすい、ストーンみたいな感じかな、カーキよりちょっと薄い感じかな、なんていうな、カラーダークか、あ、うん、ダークか、あ、ダークカーキ、うん、あれも合わせやすいカラーなんで、まあミリタリーっぽいノリとかにもいけるし、アウトドアにももちろんいけるし、なんか どの方向でもいけるから、あの元々はそのオールウェザーだから多分全天候にフィットするっていう感じだと思うんだけど、なんかスタイルにも多分どのスタイルにもフィットしそうなんで、まあ本当アウターは一発目かな、だよね、ですね、うん、なんで一応シルバーウィークの最後の目玉として、あの今日からもう入荷します。でアップは日曜日ですね、あの連休の一番ケツの8時にきっちり上げますんで、オンライン見ていただいてる方も、でも本当結構完璧というかゴアテックスで3万円の前半で、3万円には見えないですね、うん、もうすごいしっかりしてるんで、なんかまあ、シンプルなんで細かいとこもう着やすくなってるから、基本的な機能はもうバッチリだと思うんで、なんか最初に一発アウターシェルジャケ欲しいなっていう方には一個持ってくとすごいいいなっていうか一押しなんで、あの結構数を増やして今回は入荷させてもらいます。そんな感じですか他言うことありますか。オンラインは日曜日の8時、あ、そう、8時です、はい、3色ですね。で全部、2X、3X の、あ、3X もあります。うちのエクスクルーシブのサイズ出ますんで、他では売ってないです。他には売ってないですね、はい、XL ももちろん入荷してるんですけど、 2XL、3XL はうちだけの入荷になります、はい、ぜひお願いします。今あれだね、今スウェーパン履いてるんで、もうちょっと後ろ下がれる。
通にこうあのシェルジャケットとスウェットとかと合わせてもいいですよね、うん、使いやすい。相当いいです。相当いいです、はい、最初の目玉っていう感じでシルバーイークの最後に発売します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっとさっきの動画でやるの忘れてたんで、あのゴアテックスの水実験します。いきますよ。はい。うお、やばいやばいやばい